武家の一つである真田氏、類稀なる軍略長略を用い戦い抜いた真田幸隆の三男、真田正幸。その正幸の子であり、日本一の強者とも称される、真田幸村こと真田信繁。その兄にして、初代信濃松代藩藩主、真田信幸、後の真田信幸。彼らは日本において非常に高い人気を誇るのではないでしょうか。今回は、この3人を中心に大阪の陣にスポットを当てたスレをご紹介いたします。チャンネル登録がまだの方は、今のうちに登録しておいてくださいね。また、動画について何かあればコメントもよろしくお願いします。それでは、早速見ていきましょう。真田幸隆正幸信繁信幸を語るスレ。真田正幸が生きていて大阪入城していたらどうなったか見てみたい。同政権聞き入れてもらえないかと信繁よりマシかもしれないけど。正幸も軍団長レベルでの活躍を見てみたかったな。部隊長としては十分すぎるくらい有能なのはわかるが。ゲームだと政治力も高いけど、外交的な駆け引きは政治なんだろうか？いや政治は政治だけど。正幸の発言力と幸村の発言力の違いだろうね。正幸なんて、その武勇は天下に轟いていたわけだから。まあ当時の無名の幸村のように意見を一蹴されるなんてことはなかったと思うよ。まあ、たらればだが。よど個人が上だと思ってる人でないと誰の意見でも一蹴だよ。嫌なら徳川池ってだけ。秀吉亡き後、急速に勢力拡大して豊臣を滅ぼさんとした徳川家康。大阪冬の陣夏の陣において、豊臣と徳川がぶつかるのですが、兄、真田信幸は、徳川方につき、弟、真田信繁は、豊臣方につき大阪城入りします。この時、大阪城に入った真田幸村こと、真田信繁は、父正幸の遺言の策を進言するのですが、受け入れられることはなかったと言われています。正幸本人が、進言していたらどうなっていたのでしょうね。総合的に信繁より正幸が優秀なのはわかるんだけど、正幸は幸隆よりも優秀なの？もちろん総合的に見て。二人とも与えられた状況下で最高の結果を残してるから比較しようがなくね。あえて実績で比較するならせめてに優れた幸隆だろうけど。正幸のどこが与えられた状況で最高の結果出したんだよ。最高の結果は一族全員が家康について秀忠軍も関ヶ原間に合わせて、西軍を史実以上にボコって20万石以上にはなることだっただろ。一族を東西に分けたってことは一族の存続を第一と考えたわけで、大正解だろ。でも信繁って家康個人に対して生理的、性格的に嫌ってる節はなかったの？武田滅亡時には普通に過労状態になってたのはそれだけ有能だったからだろう。長篠で当主が戦死した後、権限が制限されていく家が多い中、まだ若い正幸が出世したのは際立っている。勝頼個人とつながりがあったわけでもなさそうだし。籠城は兵力で劣りながらも援軍が来るのを耐え、援軍が来たら強撃に持ち込む戦術。さらに当時の情勢を見ると、援軍に当たる勢力がないのと、豊臣の勝利条件が家康を倒して権威が消えた時に、家康の権威で集まった兵力と同等の兵力の存在に対し、戸様勢が秀忠に絶対の忠義を尽くして消耗戦を繰り広げるよりも、一旦集結して軍友割拠の再スタートに落ち着かせるものと思われる。正幸が大阪に入城していたなら、全面的な野戦に持ち込むよりも、大阪プラス正幸の難攻不落の意向を持って戦わずして家康との和睦になった可能性もある。開戦しても、大砲を打ち込まれたくらいでは夜道叱責し降伏は起こらず、籠城しながら隙をついての不意打ちが幸村よりもうまく運んだと思う。和睦による不穏分子がのさばりながらも徳川の治世か家康討ち死による数十年太平の世が遅れたか、どちらにしても冬の陣で結果が出て、夏の陣は起こらない。正幸は軍団を率いた実績こそないが多分まあ名将だろうけど、さすがに一人の人間に左右できるような時点ではないとも思う。自由が出来上がってたよ完全に。関ヶ原の戦いによって、事実上天下を取っていた家康が総仕上げとして行ったのが、大阪の陣と言われています。スレ民の言うように何かが変えられたものでもなかったのかもしれません。それにしても、寺の鐘に書かれた国家安康君臣崩落の文字に因縁をつけることで、そのきっかけを作ったのは、家康やることがなかなかヤクザですね。大阪の陣で豊臣方には総大将レベルがいないようなそういう連中は徳川につくか関ヶ原で没落しているし。敷いてあげれば長宗我部盛親しかし、彼を総大将とするのには反対する連中が多そうだな。能力的なことでなくて、身分というか地位というか格というか豊臣政権との関わりにおいてというか。
森近は豊臣政権での立ち位置がわけわかめだからな。それ抜かしても、長宗我部も所詮中堅大名だし、そもそも新座が豊臣直参に指図するのも無理がある。どう考えても幕府と戦うには深刻な人材不足。都合よく、本当に都合よく皆死んじゃったからな。結城秀康1607年死去、加藤清正1611年死去、浅野長政1611年死去、浅野行長1613年死去、前田利長1614年死去。豊臣方にとって重要な武将が次々に死んだ結果、1614年冬にタガが外れてしまった。真田昌幸の強さは、遊撃軍を率いてのゲリラ戦法的な武将としてしか評価できんと思うのだが、大軍の統率に対する助言なんてできないでしょ。元が地方の豪族なんだから。あと、信玄の武将だったは評価にならない。信玄公の帰化、閣閣の武功あり、勘定丸米頂戴いたし、早漏とかなら別だが、信玄最強説は江戸時代に徳川の軍学者が、神君を打ち破った信玄最強じゃね？お前頭いいな。って流れで作ったもので、当時の信玄像は地方の有力大名の中で強い方ぐらいのものだったかと。冬の陣での大阪方に足りなかったもの、よどへの同活躍。どの道大阪の陣で大阪側が勝つことなんて不可能。真田の武士あたりが奇跡のような前線をしても家康を打ち取れなかったわけだし。大阪側に着いた真田の武士ですが、彼の戦いぶりは凄まじく、三度徳川本陣に突撃。その攻撃によって家康は2回ほど、もうあかん、自害しようと思ったそうです。奇跡のような前線と言われるのも納得の働きぶりですね。正幸が入ったからって勝てないもんは勝てない。基本的に牢城でごづめがないようではいずれ陥落する。たぬきと裏取引して淀引き渡すぐらいしないと無理だわな。正幸が行きたか程度にはやれたと考えても、大阪落城を防ぐのは無理。せいぜい積極策で徳川方の損害増やす程度、行村とあんま変わらんよ。将棋で言ったら完全に罪なんだから、どうしようもない。あの場に信長と信玄と秀吉と謙信がいても無理っぽ。冬は全力での力攻めができなかった状態に、家康が正幸を震えるほど恐れてたってのが影響すると、落城までもっと長期戦にはもつれ込む。家康以外が総大将なら正幸効果はないけど、戦略で負けてるんだからどうにもならん。まあ豊臣家を生き残りだけ考えれば、大阪を退去すればいい。正幸さんとこの三男と四男は大阪の陣どっちについたの？三男は秀忠の旗本だったが1609年頃死亡した模様。四男は信行の臣下だったので沼田にいた可能性大。雪村と信玄は会ったことがあるのかな？会ったとしても雪村は覚えてないだろうけど。信玄が没した時の武士家は6歳だから年齢的に微妙。それに父が側近とはいえ、戸様の三男の次男坊に目通りを許すかな。雪村は1570年生まれ説がある。武田信玄は1573年に亡くなっていますので、1570年生まれですと、まだ3歳ですね。理由は上杉に人質に出されるとき、元服前で19歳で元服してないのはおかしいだろうということらしい。まだ弁丸を名乗ってたことを証明する書状があるそうな。にしても真田家ってマジかっこいいよな。あの秀吉にも勝ってる天下の徳川を少ない兵で二度も撃退した正幸。絶望的状況の大阪で、獅子奮陣の活躍をして家康に死を覚悟させたほどの信繁。そして秀忠に睨まれたりで苦労しながらも藩を存続させた信行。こいつら藩官びいきの俺の壺にぴったりとハマったわ。みんな仲が良いのも好きだわ。大阪の陣の時、兄に迷惑かけないように六文銭の印はなかったって本当なの？六文銭の印、正確には六連銭もしくは、六文連銭というそうです。真田氏が旗印として使用していました。六文銭は仏教では許されない殺生を仕事とした武将がその救済を求めて用いたり、三途の川の渡し金が六文であることから、死をも厭わない覚悟などを表したようです。真田氏がこれを用いた時期や理由には諸説ありますので、また別の機会に。今となっては、この旗印自体がかっこいいの象徴になっていますよね。迷惑かけたくなかったら、そもそもそんな場所にそんな立場でいるなよ。大阪夏の陣図屏風を見ると赤備えでたのかもんや紋章は確認できるが、六文銭は書かれていない。大阪入城は機械なことと思い召されとか、言って本家に負い目の気持ちがあったのは確か。六文銭を使わずに赤字に金一横棒の旗印を使ったこととの直接の動機になったかは不明。信繁と毛利か繋がって江戸時代を通じてどこでこんなに差が開いたんだ。有力な縁戚がいるかいないかじゃないか。真田は大名として、後には徳川の子孫として残ったから。信繁や後藤又兵衛とかと違って、
細川忠興や多聞院や山品時常が活躍をちゃんと一時資料として後世に伝えてくれなかったから仕方安寧。毛利勝長は、大阪夏の陣で大活躍した豊臣家の家臣です。真田信繁の活躍ばかりが言われますが実はとても活躍したんです。本田忠友、小笠原忠長といった徳川にゆかりのある武将を討ち取っただけでなく、家康を守っていた榊原堺浅野戦国諏訪を打ち破り、実に3万にも及ぶ軍勢を打ち破ったとされています。家康に自害を覚悟させた真田信繁の突撃もこの毛利勝長の活躍があればこそだったんですね。もう少し、有名にしてあげてもいいのでは。一方、信行は超長生き。いや、短命だよ。ストレスがなければもっと生きられたよ。何歳まで生きたら満足するんだよ。いかがでしたでしょうか？兄弟で別れたのは、真田家存続のための生き残り戦略とする書籍ドラマも数多くありますよね。仲の良い兄弟が敵味方分かれて戦う、なかなかロマンチックです。あなたの推しの真田は誰でしょう？今回の動画はここまで。ご視聴ありがとうございました。励みになりますので、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いいたします。